日本代表まで上り詰める選手の中には中澤や古橋のようにプロデビューまでほぼ無名であり、そこから這い上がった選手もいます。その一方、プロデビュー前から高校サッカーやクラブの下部組織で素晴らしい結果を残し、そのまま当然のようにプロデビューしてサムライブルーの一員になる選手もいます。そこで今回はエリートの道を歩んできた選手6選を紹介します。現日本代表の選手も紹介しているので、ぜひ最後までお楽しみください。自分自身のミスや味方のミスに対して行う稲葉上足京たけびや三四郎の小宮もネタにしているコンフェデでのガッツポーズでおなじみ中田英寿。若手の頃から日本代表の中心選手として活躍しているほか、海外移籍が珍しかった時代にイタリアの地でも結果を残しており、日本人が海外挑戦する先駆けとなった人物でもあります。そんな中田の実力は少年時代からずば抜けており、中学3年時には U15 日本代表に選出。選考理由としては、世界で戦うには少しばかりのテクニックよりもフィジカル面の強さの方が大切、技術面では中田くんより上の選手はたくさんいるが、フィジカル面の強さでは彼はいいものを持っていると言われています。ドリブル中にタックルしてくる相手を逆に弾き飛ばす圧倒的なフィジカルが印象的な中田ですが、その土台は中学時代に出来上がっていたのでしょう。中学卒業後には韮崎高校に進学し、高校2年時には全国高校サッカー選手権にも出場しています。その間にもコンスタントに年代別代表に選出され、高校卒業時には J リーグに加盟する全12クラブのうち11クラブからオファーを受けると、何クラブかの練習に参加した上でベルマーレ平塚に加入。1996年には19歳ながらアトランタ五輪に臨む日本代表メンバーに選出され、マイアミの奇跡にも貢献。1997年には A 代表に初選出されると即座にレギュラーに定着。フランスワールドカップのアジア第3代表決定戦では途中でカズにフリーキックを奪われてブチ切れたり、岡野の判断にイナバウアーをかましていましたが、結果的に日本の全得点に絡む素晴らしい活躍。悲願の初出場となったワールドカップはグループリーグ3戦3敗で終えるも、中田のプレーは海外のクラブに認められ、ワールドカップ後には12クラブが獲得に名乗りを上げ、セリエ A のペルージャに移籍。以降は2006年に引退するまで日本代表とイタリアの地で素晴らしい活躍を残し続け、日本サッカー界に多大な影響を与えました。まさにエリート。今でも非常に人気の高い選手です。髪型は現日本代表のアンパンマンこと前田大然に激似ですが、そのプレースタイルは全く異なります。スピード勝負の脳筋アンパンマンとは異なり、小野は足元の技術の高さを生かして中盤を支配するゲームメーカーです。小野は小学校時代から地元で天才と称されており、一人でサッカーをしているのを見た少年団の監督から、お金はいらないからぜひ入ってくれと勧誘を受けるほどでした。その後も順調に実力を伸ばし、12歳でナショナルトレ戦に参加。全国の猛者が集うナショトレでも小野のセンスはずば抜けており、同じくナショトレに選ばれ、当時フィジカルの強さを生かして相手選手をなぎ倒しまくっていた稲本潤一にもごっついやつがいると実力を高く評価されていました。1993年には13歳で U16 日本代表に飛び級で選出されると、以降も年代別日本代表にコンスタントに招集。中学卒業後は清水商業高校に入学してチームの中心としてプレー。静岡県は強豪校が多いこともあって、全国高校サッカー選手権の出場は叶いませんでしたが、全日本ユース選手権準優勝やインターハイベスト16といった成績を残し、卒業時にはなんと J リーグ13クラブからオファーを受けます。最終的に浦和レッズに加入すると、1年目から圧倒的なパフォーマンスを発揮し、新人王と J リーグベスト11を受賞。さらに18歳の若さで A 代表デビューも果たし、フランスワールドカップのメンバーにも選出。3戦目のジャマイカ戦で出場しており、この時小野は18歳。18歳と272日でのワールドカップ出場は史上最年少であり、今でも破られていない記録です。その後はシドニー五輪のアジア予選フィリピン戦で重傷を負いますが、なんとか復帰し、2001年にはオランダのフェイエノールトに移籍。オランダでも怪我に苦しめられた印象ですが、そのテクニックは現地でも評価が高く、怪我がなければ小野はどこまで行けたかというのは当時のサッカーファンにとって鉄板の議題です。前田にも小野の技術を見習って頑張ってほしいですね。サッカー日本代表史上トップクラスのイケメンとして有名な内田篤人。現役を引退し、現在は解説者として活躍しており、丁寧な解説とたまに見せる毒舌も人気の要因です。そんな内田は中学時代は目立った活躍をしていませんでしたが、中学卒業後に静岡県の強豪清水東高校に入学。清水東は進学校としても有名であり、内田はスポーツ推薦枠などではなく普通受験で突破しているので、学力も相当高かったと考えられます。毎朝5時に起きて登校し、夜は9時まで練習。
学校は自宅から1時間半かかるらしく、この生活を毎日続けるだけでも相当大変だったと思います。しかしこのハードな練習が実を結び、内田は徐々に頭角を現します。高校2年時にフォワードから右サイドバックにコンバートされると、安定した守備とフォワード時代に培った攻撃センスを生かしてその才能が開花。以降はずっと右サイドバックとしてプレーし続け、高校3年時には選手権出場も果たします。高校卒業の際には内田の評価はかなり高まっており、 J リーグ8クラブほどから興味を示される中、鹿島アントラーズに入団。加入直後に J リーグ開幕戦でクラブ史上初となる高卒ルーキーでのスタメン出場を果たし、ドリブルから貴重な PK を獲得。4節の甲府戦ではクラブ史上最年少得点を記録。ちなみに内田の17歳11ヶ月22日でのプロ初得点は当時の高卒ルーキーの史上最年少得点記録でもあります。2007年には A 代表にも選出され、19歳305日の若さで代表戦初出場を果たすと、南アフリカワールドカップアジア最終予選でもコンスタントに活躍を残し、本大会のメンバーにも選出。本戦では体調不良や岡田監督の守備的な戦術への適性のなさから本戦出場は叶いませんでしたが、ドイツのシャルケでチャンピオンズリーグベスト4に貢献すると、日本代表でもザックジャパン不動の右サイドバックとして一時代を築き上げました。ちなみに内田とほぼ同時期に日本代表に選出された長友は、現在も日本代表の一員として絶賛左サイドバックのレギュラー争い中です。本当いつまでいるんでしょうね。続いて奥さんの可愛さに定評のある宇佐美貴史の紹介です。宇佐美はガンバ大阪を代表する選手の一人であり、シュート、パス、ドリブルと攻撃に関する能力全高水準な万能アタッカーです。日本代表での出場数は27試合と少なめであり、ここまで紹介した選手に比べるとプロデビュー後の印象は薄いかもしれませんが、デビュー前のイメージはまさに神童。宇佐美は小学生時代から地元の少年団で天才少年として知れ渡っており、小学校卒業後にガンバ大阪ジュニアユースに加入。同時期に U13 日本ユース選抜にも選出されており、5人抜きドリブルなど圧巻の活躍を見せました。中学3年時にはガンバ大阪ユースに飛び級で昇格すると、中学3年ながらレギュラーに定着。サッカー部出身の方ならわかると思いますが、1学年違うだけでも体格や身体能力に大きな差があるので、この時期に先輩と一緒にプレーするのは地獄です。身体能力で圧倒的な差がある3学年上の選手と一緒にプレーしていた宇佐美の異次元さがわかります。この時期にはガンバ大阪下部組織の史上最高傑作とも言われており、2009年には高校2年生というクラブ史上初の若さでトップチームに昇格。同年5月には ACL の FC ソウル戦でガンバ大阪史上最年少デビュー記録を更新する17歳14日での公式戦初出場を果たします。その後は一度調子を落とした時期もありましたが、2010年には高校生としては異例のシーズン7得点を挙げ新人賞も受賞。それまでの記録は南アフリカの歌でおなじみ森本孝行の4得点であり、いかに宇佐美が飛び抜けているかがわかります。2011年にはドイツの超名門バイエルンに期限付きで移籍すると、日本史上最年少となるチャンピオンズリーグ出場も果たします。その後はドイツのサッカーにうまく適応できず、日本代表でも中心選手にまでは至れませんでしたが、プロデビューまでの振動っぷりは凄まじいものでした。また長く活躍している印象がありますが、デビューが早すぎただけで実はまだ30歳なので、日本代表入りを目指して頑張ってほしいですね。マイボールにできるシーンで消極的なクリアを選択した長友にブチギレたことでも有名な冨安健洋。冨安は現在プレミアリーグで圧倒的な強さを誇る名門アーセナルに所属し、主力として安定した守備に貢献している日本の逸材です。冨安はもともと姉の影響で水泳を始める予定でしたが、祖母の家のランニングマシンで遊んでいる際に転倒して顎を負傷。これがきっかけで水泳を断念し、結果的にサッカーを始めることになります。サッカー好きなら一度は拝みたい伝説のランニングマシンです。もともと素晴らしい身体能力を持っていた冨安は、サッカーでその才能が開花。小学6年時にはナショナルトレ戦にも選出され、地元ではその存在が広く認知されていました。中学生からはアビスパ福岡の下部組織に入団。そして中学3年時には飛び級でトップチームの練習に参加。中3で現役のプロ練習はいくらなんでも早すぎると感じますが、冨安の成長は止まりません。高校2年時にはアビスパ福岡に2種登録され、同年10月には公式戦デビュー。3年時にはトップチームに昇格すると、 FC 東京戦でプロデビューを果たし、そのままレギュラーに定着。2018年にはアビスパ福岡が J2 に降格したこともあり、 J1 の強豪クラブも獲得を狙っていましたが、強い海外志向によってベルギーのシントトロイデンに移籍。その後はセリエ A のボローニャにステップアップして守備力に磨きをかけ、2021年からは今も所属しているアーセナルでプレーしています。日本代表でも年代別の代表にコンスタントに招集され、
2018年には19歳の若さで A 代表デビュー。10代での日本代表デビューは少ないながらも過去に例がありますが、センターバックとしては史上初です。経験や強度が重要なセンターバックというポジションで若手の頃からここまでのパフォーマンスを発揮できるのはすごいを通り越してもはや恐怖を感じるレベルです。まだ23歳と若いので怪我にだけは気をつけて素晴らしいキャリアを送ってほしいですね。日本代表のエリートといえばこの選手を外すわけにはいきません。髪型以外に弱点がないことに定評のある久保建英です。久保はスペイン仕込みの圧倒的なテクニックとコミュニケーション能力を持ち、21歳の若さですでに日本代表の主力選手にまで上り詰めている天才です。3歳からサッカーを始め、小学3年時に川崎フロンターレの下部組織に入団、そして小学4年時にはスペインの名門であるバルセロナの下部組織カンテラの入団テストに合格しスペインに渡ります。この時点で一般的なサッカー選手とは格が違います。スペインの地でも久保は技術の高さを発揮していましたが、2015年にはバルセロナが FIFA から18歳未満の外国人選手獲得登録違反による制裁措置を受けたことで久保も出場停止に。そこで急遽久保は日本に帰国して FC 東京の下部組織に入団。2016年には中学3年生で FC 東京 U18 に飛び級で昇格すると、同年9月にはトップチームに西登録され、11月には J3 長野パルセイロ戦で15歳と5ヶ月という異次元の若さで J リーグデビュー。2017年11月1日にはプロ契約を結び、11月26日のサンフレッチェ広島戦で J1 デビュー。これは歴代3位の若さです。2018年には出場機会を求めて4ヶ月ほど横浜 F マリノスに期限付き移籍し、運動量と守備強度を改善して2019シーズンは FC 東京に復帰して高いパフォーマンスを発揮。同年の夏にはスペインの超名門レアルマドリードに完全移籍。その後は期限付き移籍を繰り返しスペインのクラブを転々とし、苦戦するシーズンもあったものの、2022年にはソシエダに完全移籍を発表。今シーズンは好調を維持しており、乾貴司以来2人目となるラリーガ通算100試合を達成。中村俊輔も言っていましたが、スペインは文化的戦術的にも日本人が活躍するのが難しい環境です。それにもかかわらず21歳の若さでこの記録はすごすぎます。ワールドカップ本戦が非常に楽しみです。6月のキリンカップではお母さんが見つからず困っていましたが、本戦ではお母さんを見つけられるといいですね。今回はエリートの道を歩んできた選手6選を紹介しました。無名から這い上がった選手はもちろん素晴らしいですが、エリートと呼ばれる選手も幼少期から努力を怠らなかったからこそ生き残っているのでしょう。少年時代から様々なことを経験し、プレッシャーに負けずにプロデビューを果たすのは本当にすごいことです。ワールドカップでも日本の宝である冨安や久保の活躍に期待しましょう。それではまた。